というわけでここからは、去年が去年一番好評だった企画、知識をレスラーの知識を決定戦、去年はイケメンが優勝してイネバが準優勝でイケメンがテレビを32日テレビを持って帰ったというあれなんで、そして、今回の優勝商品は駒込にある、サウナロスコさんの、ニューヨーク券と、それプラスお食事券3名様分のチケットと、あと春日、高楽の近く春日にある、ハニートリップというアイスクリーム屋さんがある、そこもお食事券も3名様分出してもらいましたんで、普通にあの食いに行ったり飲みに行ったり遊びに行ったりするということです。それいつから使用できますか？今日から今すぐ食べることもできるんですか？いけるよ。本当ですか？いけるよ。その代わりカメラが行った方が面白いかなと思う。一人で食べたとくても全然面白くないでしょ。いやもう今日もし食いたかったらそのまま行ってカメラもついて行って。あ、そうそう、全然全然全然 OK ですよね。 OKOK OKOK OK カメラマンがいねえっつうの前は言うんでしょし。じゃあね、結局あ、これ、なんだっけ、これがね、そのロスコさんっていうその駒込の駅前にあるね、カプセルホテルサウナなんだけど、仙台 JR 駅からすぐのところで、ボクシングのケンシロウ君という世界チャンピオン の, あのスポンサーさんらしくて、アンディさんの知り合いアンディと行ったことあります。あ、そうなんだ。アンディのサインも貼ったってありました、ロスコ、ロビンの中に。僕マスクで使ったことあります。マスクのまんま。いや嘘やろ。マスカラっすか。本当ですよ。絶対嘘。いや本当です。絶対嘘。そうなの。そこと、あの春日にあるアイスクリーム。ここはね、なんか店員さんが綺麗なお姉さんがいるらしい。お。この前後楽園来てましたね。あ、そうなんだ。はい。ありました。だからそれでそこでアイスも食べさせてもらえるので、ぜひ行ってください。あった。はい。では。最初に皆さんの面白い自己紹介。面白い自己紹介、一人順番に。ああ、なるほど。面白い自己紹介、一人ずつ順番に。面白かったら河野さん、得点を上げてください。得点を、はい、ジャッジ、河野頑張ろう。はい。どちらがいいですか？どちらか。どちらか。こっちからいきますね。じゃあ、いけますね。面白い紹介。はい。はい。じゃあ、今から一発ギャグやります。オラの攻撃受けてみよう。パークよーうーはー、よろしくお願いします。名前を言ってくれ私はイケメン二郎です。はい、1ポイント、やばい。これもポイントもらえるんだ。やった。いや、もうあれだ、試合が始まる前からテスト一緒、名前書いたら大体もらえるでしょ。はい、はい、在日関西人の、水、アンディユーです、よろしくお願いします。もう一回言っちゃって。はい、1ポイント。やった。1より3より2丁目大好き、稲葉大輝です。自虐に走りました。おぼあれ、ぽい1ポイント優しい。あれ、ポイントはって1ポイントで、はい。はい、上もちょんまげ、下もちょんまげ。どうも、曽山鍋です。どうぞよろしくお願いします。これ2ポイントでいいから。俺はちょっと、俺はちょっと、パクリ分かった。はい。はい、プロレスのディフェンス、今より硬い田中岩石です。よろしくお願いします。頑張ったもんな、頑張ったもんな。さあ、この5年で今年度はお送りすると、はい、あれですかね、今回は YouTube、ニコニコプロレスチャンネル無料放送ですから、不特定多数の人が見てますから、はい、レッスルワンのレスラーがバカだと思われたら危険ですから、一生懸命頑張ってください。
はい、はい、よし、もう早速いきますか、西島さん。行きますよ、もう。じゃあ早速第1問いきますか。皆さん、問題こちらに表示されますんで、はい、ご注目ください。はい、はい、じゃあ第1問、第1問、はい、見えないです。どうも、どうも。いいですよ、こっちも多分ゲーム出ますからね、そのうちね。用意スタート言いますので、ね、河野さんが言いますので、もう一応ペンとページを開いてくれれば、はい、いいですか。2分間です。はい、いきます。あ用意スタート。よし今回は糸編の感じということで、去年はね、魚編で、魚でしたね。魚編で判定が難しかったです。そうですね、お寿司のね、あれ俺全然の糸編難しいな。糸めっちゃくちゃ難しいな。そうですか、あれやばい。あ、でもちなみに名前に糸編が入ってる人はいないですね。自分の名前に糸編が入ってる、ね、あれなんだっけ。で、あれですよ、これ答え見たら大至急、本当にその違いあるかと思ってきたら言わないから、頑張っていかないと。めっちゃむずい。一応中学生まで習ってもらうんですかね。ここはもうただマジなマジな戦いをしてもらうと。知識を、知識を、はい、糸編の漢字をいっぱい知ってる、漢字をいっぱい知ってるとはですね。え、めっちゃむずい。あれ、なんだっけ。ねえねえねえ、あれ、なんだっけ。え、あれ、ん、糸ってなんだあれ、さあ、なんだかんだでもう1分15秒、あと45秒です。あれやばい。でも45秒ありますから、まだまだまだ45秒あります。は、あれ、わ、あと30秒です、ラスト30秒です。あ、やばいな、やばい、ね、やばいやばい。糸編、糸編、糸編、魚の方があれだった。そうですよ、周りに書いてたりしますからね、糸編の字とかね。いや、全然ダメだ。後ろにポスターいっぱい入ってますしね、頭の後ろにポスターがいっぱいあったり。え、あれですね、みんなポスターで周りの字探してる人いますけどね、キョロキョロして、すいません、キョロキョロしすぎじゃないでしょうか。え、糸え、あと残り5秒、4、3、2、1、はい、時間でーす。ストップ。あ、俺やばい。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 一人ずつ順番に。一人ずつチェック。一人ずつ順番に。じゃあイケメンからいきますか。はい。何個書いたんですか、結局。10個書いたんですけど、ただその数打ち当たるタイプで今回挑みまして。もしかしたら作ってる感じがあるかもしれない。じゃあ練習の練。見たことありそうで。これはあれあります。これは絶対あります。左上から行きましょう。はい。ね、練馬の練り。あ、ありますね。正解ですね。はい、その下。全然ないこれ。羽？え？これは羽の羽っていう字あります？これはなんて読むんですか？羽って系じゃないですか、これ。羽。羽根。羽根。これありませんね。ないか。じゃあありませんね。ちょっと数打つ感じでいたんで、だって本人が読めない、バンバンいかないと。そうですか。じゃあその下は、はい、これ千これ千って読むんですか。千って読むんですか。ないか、千、千、なんかそんな字はあるけど、この千が違うんじゃないですか。これ近い字はあるんですけど、なんか違うよね。はい、違いますよね。違うよね。あ、じゃあ大丈夫です。はい、違います。はい、さあ、4つ目。これは点ですね。この4つ目にした。これはないですか。これないですよね、こんな感じ。あれ、今画面にしてるんです。線。これない。あ、点。ありません。ないです。じゃあ続いて。ベニ。ベニ。はい。ベニです。ベニ、ベニ。はい。はい、続いて。杉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 。これただの木ですよね。木。木編だったらありますよ、ね、木にで杉ですよね、はい、でも糸編で点々ってあります。ないです。はい、ね、ありません。すいません、もうまた点が出てきた。また点が出てきた。点出てきた。はい、さあ次は、はい、豆を短い。糸編だから、ちょっとすいません、自信、この辺はもう多分これはあるんじゃないですか。これ、これは線。あ、線って書いてあるね。はい、こんなんで線。糸編に線って書いてある。蓋の意味の線。線、これですか。下の意味の線って B
なんか違う気がするんです。奇変じゃないですか。奇だ。だからこれ違いますね。じゃあまだ糸編であればいいんですけど、あります、ない。ないですよね。ないです。じゃあ2個。これも違いますね。あ、いやいや、じゃあ上2つ、はい、2個。はい、イケメン2ポイント、2ポイント。イエーイ。さやさんの自己紹介と同じでした。はい、アンディ。はい。おっ、書いてる。あ、意外と。お、すごい。あれ、あれ、これ全部あるんじゃないですか。え、すげえ。おお。お、バン。こんなあった。これ全部あるんじゃないですか。ありますか、これ。これ全部ありますよね。意義あるわ。え、すごい。意義あるわ。ないよ、ね。コメント欄はどうですか。コメント欄で。7、7。全部ありますよね。全部ありますよね。全部合ってます。あ、ありがとうございます。2、4、6、8、7。これ、ただの糸なんで。糸なんで。はい、いいか。あ、7ポイント。おお、7ポイント。一気に差をつけた。すげえ。頭いいですね。まあ、在日関西人なんで。日本です。いや、はい、次、稲葉。はい。お、これは、濃いやつ。濃いやつ。濃いやつが。でも、緑と紙はありますもんね。紙と、緑。はい。は自信あります。あとは、あとはぽいやつシリーズです。そうか、ない糸に木とかありましたっけ。ない気がしますね。チェックしますね。今、チェックしません。全部左が木だったらあるような感じばっかですね。これそしたら2ポイントの2つですか。ね、2ポイント。2ポイント。ありがとうございます。イケメンと同点。この2つ、お前、俺のカンニングしたやろ。あ、違う違う。これだけ、これはちゃんと全部。全部考えました。ということになりますけどね。全部考えました、ちょっと。じゃあ4番目は、それは選手。また、参るぞ。さよならですかね、大卒ですからね。すごい。字が、お、え、すご。字が細け。紙絵。字が細け。字が細け。字が細け。左の字。あの、新しく作りました。あと、この人あれですね、先に糸ばっかり書いてる人ですね。糸ばっかり書いて、それに合わせて適当に書いてた人ですね、これ絶対。上2個ありますね。で、はい、そこから下に下っていくと。これは赤ですよね。赤に赤あと細い今4ポイントかな。もう数じゃ当たるってやつですよ。4ですか、ね、もうないですか。口とか当たります。口とか尺とかも、ね、台とかないですか。ないですね。ないですか。じゃあ、1、2、3、4、4ポイント。4ポイント、そう、4ポイント。さあ最後 RR って言って赤が見てんだ、赤が。ですね、大変重大なミスを犯してしまいまして、糸編って言われたにもかかわらず、僕さっきからずっと人弁の感じばっかり出たやったー。全部もこの段階何ポイントですか。ゼロだろ。マイナスラインの7です。アホったぞすばらしい。ラララララ、すごいすごい、あら、すげえすげえ、岩石ゼロポイントすげえ、あれすごいの来たよ、天然すごいの来たぞ。いや、もう岩よりアホですねすごいすごいすごいの来ました。すごいすごいの来ました。免罪の免罪。じゃあ次は第2問。はいはい、行きましょう。じゃあ問題はご注目ください。これは A と B で2つ答えを出されたんですね。はい、 A の答えは何、はい、B の答えは何。はい、制限時間は2分です。用意スタート。ただただ計算して A と B を答えを出します。これ以外にも自分で見直しができるくらい余裕な2分間で時間があると思いますから、ね、サクサクっと。でも全員が筆を置いたらもうその場で。あ、もうなんとなくもう全員できた感じですね。これ一斉に出してもらいましょうか。これは一斉に出してもらいましょう。A、B の答えを。これ一斉に出したら誰が違うかバレますからね。いきます。はい、せーの、ドン。
これはね、さすがに A66、B38、66、36え66、38え38 78、38 66、38あれさあ、正解は66、38そりゃそうでしょ。ちなみにこれは8って書いたつもりでした。ということは、ダンディとさやが1ポイントで、残り3人が2ポイントずつということで、ね、はい、これはカッコの中が先なのか、掛け算が先なのかっていう、ただ計算自体が間違ってる。純粋に間違えちゃう。純粋に、ちょっと普通に計算です。ただの算数だから、そ、やばいよ、やばいよ。やばいよ、さやさん。でも大卒だよ。でも卒業してないですよ。ややこしくなる。今度主人怒られるぞ、先輩として。え、ケアレスミスが目立ってますか。ケアレスか。さあ、第3問いきますか。はい。はい。これは複数回答ですね。はい。かけるだけ、自分でをあれして。はい。正解だと。そうですね、間違ったものは書かないですね。せーの、ドン。47都道府県のうち、海に面していない県をすべて答えなさい。これ何個でしたっけ？そこを、いますか？いますか？これ、あれなんですね。そこくらいですよね。8個あります。正解は8個あります。やばい、字が分かんない。最後、ひらがなでも大丈夫ですか？まあ、そうですね。これは漢字書けと言ってませんから、ひらがなで、とりあえず、一応、正解は8件ありますのでね。これもじゃあ新規対応を含めてやりましょう。すごい真剣な話ですね。47のうちの8件は海に面していないと。大体どこら辺の都道府県が海に面していないかなということですよね。日本海、太平洋に面していない。8個のうち何件かけるんですね。さあ、これはね、はい、30秒でございます。とりあえず47都道府県じゃない、よくわからない名前とか書かないでください。これはそれで大事件になりますから、存在する都道府県を書いてくださいよ。そして海に面していないです、ね、内陸、海側に当たってない、密着していないところです。カズチャ当たる作戦を防ぐために8個限定です。そうですね、8個しか書かない、はい、8個しかないんですから。もう完璧ですね。8個以上書いてもダメですよ。これは完璧だ。ひらめた、全部分かった。日本人もう多分8点ですね。8点ゲット。さあ、残り10秒です。8個書いて、5、4、3、2、1。はい、時間でーす。さあ、これは皆さん、まあ、とりあえず出してもらいましょう。はい、せーの、ドン。漢字ひらがな言い乱れてますが、8個書いてくるということですね。じゃあ、それじゃあ、まず1つ目です。栃木県。お、あ、来た。はい、丸つけて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 。ある人は丸つけて、栃木県。栃木県に書いてきてね。はい、次、群馬県。おお、2の2。あ、佐々さんもらっていた。はい、群馬。埼玉県。おお、しゃあ。おお、すごいな。すごい。山梨県。ああ、なかった。あれ、山梨そうなんですか。山梨。ああ、海ないですね。はい、次は岐阜県。あんだよ。お前競馬場の外れじゃないか。
さあ次、滋賀県。全然ねえわ。滋賀か。奈良県。あよし、すごい。最後は長野県。よし、ダメだ。さあこの8個です。さあ何個丸があったんでしょうか。1、2、3、4つ、2、4、5個、5個、はい、4つ、3つ、あれ一番自信あったのに一番少ないんですけど、あれイケメン読んだ順が良かったですね。あ、なるほど、はい、1、2、3できたんで。茨城、大分、島根、こんな海あるんだ。新潟めっちゃ海やんけ。海沿い結構長く面してる。岐阜か、歌丸か。さあ、歌丸か。さあ、そうですね。さあ、次の問題いきますか。はい、問題先に出します。はい、問題。はい。ドン。写真がこの後出ます。はい。一番難しいやつ。写真です。だから人物名を書いてください。はい。はい、まず1問目いきます。せーの、ドン。1人目。さあ、この人誰でしょう。多分教科書に出ていたと思います。1位誰誰って書いてください。稽古か、まあ、1つでやっていきましょう。ああ正解も、はい、はい、これがいいんじゃないですか。はい、さすがにここら辺は立ち止まるとちょっと怪しい。ここは分かる。そうですよね。はい、せーのドン。ペリー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 ジョセフ。ジョセフ。ジョセフ。ジョセフさん何されたの。歌う、あの音楽室のこう貼ってある人。ああ、そっちか。ペリーかい。あと、本当にペリーの本名がジョセフ・ペリーじゃないですよね。万が一ジョセフ正解ってことないですよね。2ポイントだね、それは。上行きますよね。でも分かんない。そっち狙い。歌歌ってる人ではないんです。歌ってる。黒骨ない、黒骨。マッシュ。マッシュ。マッシュか。イケメン以外に1ポイントずつということで。はい、それじゃあ2人目の写真いきます。せーの、ドン。はい、この人です。これはまあまあ歴史上の人物でですね。これもまたよく見る。今回は皆さん結構ペンが進んでおります。そうですね。漢字じゃなくてもって。そうですね。はい、はい、せーの、ドン。織田信長、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 感じましょう。あれさっきの伊藤でした。あれ敷田さんです。敷田の、アンディガイポイントポイント。何敷田さん、イージーミスやな。イージーミス来ましたね。これ出てくるんで伊藤編の時出てこなかった。そうだね、あっさりかけてるね、みんな。確かに悲しくなるね。さあ、3人目いきます。これちょっと難易度上がります。アウトさん、せーの、ドン。あ、これなんだっけ。おっと、この人見たことあるでしょうか。お、川崎早い。あら、さすがやった。わかんねえよ。いいっすよね、これは。え、ってことは、ってことは、あの、ボケるってこと。え、これはわかんねえや。さあ、考えてます。意外に、あの、このおじさんの名前は。はい、せーの、ドン。お、エジソンか。エジソン、トーマスまで書いてる。かっこいい。本当だ。そして隣の方、マイケル。マイケル。エジソンこんな顔しとったっけ。エジソンこんな顔してた。エジソン大きな博士の大きな。違いますけど。博士でもない。広子さん。次の4人目、はい、せーの、ドン。4人目です。これもまたまあ、あ、分かった。まあまあまあ、これもですよね。あの、よく学校ではいらっしゃったりね、教科書にいらっしゃったりする。どの人だっけな。
これはそう、それでもありますよね。似た人がいっぱいいたんですよね、そうですね。さあ、せーあ、ちょっと書き直しますよ、大丈夫ですか。いい、書き直しいいですけど、川崎が最後に聞いて大丈夫です。せーの、どうこれはもう女性です、女性。モーツァルト、モーツァルト、モーツァルト。モーツァルト。シューベルト、え、ちょっと待ってください。あ、間違えた。モーツァルト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 。これモーツァルトですね。モーツァルト。モーツァルトですね。正解はモーツァルト。あー、じゃあ、じゃあ、あと正解ワンポイント。モーツァルト。モーツァルト。モーツァルト。発音がモーサーモーサーちょっとすって抜けないですか。モーサー次の問題いきます。バカ出ました。バカしかいないですよ。さあ次は5問目、はい、5問目いきます。せーのドン。ダメだこれ。せーのドン。歴史の人物ですかね。これもう西島さんただの悪ふざけとしか思えないですけどね。もう沖野ひろこさんもね。モーツァルトだってね、もう沖野ひろこさんのことやばいですよ、ね。むちゃくちゃですからね、もう皆さん食いました。食いました、皆さん。まさかのガズキ知らないってことも言うんですけどね。せーの、ドン。違う。あれ、まあ、女性。女性。女の子かって。グラビアアイドルじゃないですか。女の子じゃないですか。バハムト。あれ、バハムト。バハムト。バハムトです。バハムト。バハムトでいいですか。これでいいですか。稲葉の正解。稲葉の正解。正解とかあるんだ、これ。これボケだぞ、これ。お前、一応キャラだから、これゲームのキャラクター。よりによって女の子。皆さん、イケメンから見たらこれ、おののの子になります。おののの子さんに謝ってください。いいね、使わないですよね。さあ、これで、写真で自分する朝フリーザー終了です。さあ、次はどうしよう。次は、美術の問題です。美術の問題、はい。あ、これですね、例年通り、また行きましょう。はい、無糖ベアを書きなさい。あれ？いきますよ。3分にしましょうか。2分にしましょうか。3分。3分ですね。よーい、スタート。無糖ベアってわけ。無糖ベア、ヒントもベアってことで、クマだってことです。そして実は、去年挑戦している人もいるはずなんです。無糖ベア。2年連続2度目の出場。無糖ベア選手。まさかの。まさかでしたね。大きな威力が、大きな威力が、おばちゃんついた。どっかからおばちゃんできちゃった。モーツァルトなんだね。モーツァルト。一応あのあれですよね。電気を発明した人なんですね。そうですね。大きな威力が。いや、大丈夫ですかね。今どうだ、大丈夫ですかね。レスマンのあの一応ここにいる5人はあれですかね。レストランの過去に来たタイトルホルダー、タイトルホルダー、あの一応歴代チャンピオンが出揃ってるわけですからね。現チャンピオンもいらっしゃいますか。いらっしゃいますからね、はい、気をつけて。危険な匂いしか。大丈夫でしょうか。コメントの方は大丈夫ですか。あの大変なことになってないですか。炎上はしないですか。よ、喜んでいらっしゃいますか。ああ、1分半です。まだ半分あります。これって似てたりとかじゃなくて、はいはい、うまくかけてたりとか、総合得点的な。総合得点です。でジャッジは視聴者の皆さんなんで、そこに訴えかけれる、あの自分はここで勝負ポイント取りに行ったっていうので、無糖ベアですから、アンケートのパーセンテージ順に得点が。そうです。だからアンケートで一番上手だと思う人に入れてもらうので、そのポイント得票数が多い人から5点4点3点2点1点とあの順番にあれしたいと思います。だからこの後はもうアンケート5人のアンケートになります。正解用意しとかないとですね。そうですね。正解ちょっと痛
吹き出さないでください吹き出さないでください。無糖部屋です。違います。みんなの頭の中にある無糖部屋を書けばいいですか。いやもうチラッと稲葉の方が見えない。どっちでもないどっちでもない。それなんですか。似てるでもないし面白いでもないってことですかね。うまいでもない。アンパンマンで見たことあるかもしれない。いや絶対いや、どうだっけ。もうできました。あれ、岩石ぐらいですか。あと稲葉もまだ手直してます。大丈夫ですか。大丈夫です、俺でいけますか。あれ岩石ができ次第で無糖部屋ですよ。無糖部屋、あれですよ、試合会場にいますからね。そう着ぐるみ着てね。はい。であと皆さん、T シャツだったりレフリシャツだったり模様が入ってますからね。大丈夫ですか。無糖部屋そうだ。いいですか。ぽい。いきますか。じゃあ5人同時出しましょう。せーの、ドン。おお誰か。おめっちゃリアル。ちょっとめっちゃリアル。あでもあれ大丈夫ですかこれ。皆さん見てください。皆さんそそやそやそやベアじゃない。ひげぶつそうですよ。ちょっとずつ人のダメなところと自分のいいところをアピールしてもらって。アンパンマンに出てきた。そうですね。そんなズボン入ってたっけ。いや、なんかズボン。アンディさんの前ですね。なんかあれですよね。え、ヒゲなかったっけ。すごいベア。あれこれ。リアルベア。じゃあ中途半端にそのプロレスラブとか書いてちょっと若干アピールしてるんですね。横浜って書いてある。まあ、9.2。ああすごい。ガズキガズキ、カオリガズ可愛いよ。正解をちょこんと出します。はい、正解は、正解の無糖部屋はこれなんです。正解を今ちょこんと出します。それで、視聴者の人は俺、ヒゲ生えてなかったっけ。ヒゲ生えてなかったっけ。生えてるんですか。ヒゲ生えてますね。ほんとだ。ヒゲ生えてますね。ヒゲ生えてありますね。ヒゲありますね。ヒゲがそれ残しみたいな。ちょっとそれ、ちょっと、ヒゲあるんですけど。ヒゲあるイメージあった。ちょっと血ひげとね、いろいろ本物ガラス屋さんにディゾルブで行きますね。寝起きですかね。目が下向いちゃった。あでもすごい形はそっくりですね。そうですね。あの耳のサイズと頭の感じとかの目の大きさとかは似てます。隣に入ってきた。もうただの可愛いクマ出てきました。さあここからは視聴者アンケートです。この5つで一番似てるのはどれという投票です。これで、パーセントが多い人から5点、4点、3点、2点、1点です。いや、誰が一番うまかったんでしょうか。それさん、手直しに手を加えてくださいね。どうしました、さん。頭から何の輪っかを。何の輪っかを。いや、正しいのはこういう感じが冷えだ。ああ、ひげが、そうですよね。本当もう泥棒みたいになっちゃった。むしろネズミじゃねえかっていうね。ちょっとこの間の近さという。そうですね。あでも手はきちんとムートラブポーズやってるんですよね。はい。あアンディもムートラブポーズ。あイケメンもあ稲葉だけあの宇宙人みたいな。五本指っていうのが分かったんですけど。そうですよね。人形の話じゃねえの。稲葉選手あれですよね。その胴体と首の太さが一緒だから。こういうとこがちょっとから。そもそも絵心がなかったっていう。さあ、そろそろ開けてみましょう。出しましょうか。さあ、一番うまいのは誰？正解はどうぞ。よし。誰だ。あ、アンディだ。一番。アンディさん。アンディが5ポイント。稲葉ゼロ。まあ、そうや4ポイント。イケメン 1.7。 あ、じゃあイケメン3ポイント。 5.2。 5も入った。5ポイント入った。アンディ5、ソヤが4、イケメンが3、岩石が2、稲葉が0、指示0だけど1点。あなるほど。これ去年も書いてなかったんだよね。無糖部屋で。でもさ、去年書いてなかったさ。そうすぐ書いてるの。あとチャンス問題が毎大会見てるからね。絶対 T シャツにいたり、はい、レフリシャツにいたり売店にあったりね。さあ次ですね。はい、次は何ですか。このシリーズ。あ
わかりました。これはあの写真で一言です。あ、はい、これはあの出しますんで、これなんですか、挙手制にします。挙手制で河野さんが名前で当ててください。はい、どうします？挙手制で順番にポンパンパンやるってことですか？どん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 いきます。はい、わかりました。はい、じゃあ写真で一言です。せーの、ドン。まあ、めちゃくちゃやってる。さあ写真で一言。さあ、じゃあこれでこの人は何て言ってるでしょう？挙手で。はい。写真で一言。イケメン、はい。はい。Fuck you！ノーポイント。ノーポイント。ノーポイント。これだけど一番ハードル高いのはサラさんですよね。自分の写真でボケで滑るっていう最悪なパターンが待ってますからね。これあれですか、あの冬の海ですか。はい、はい、稲葉春よ来い。セラファイト。はい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 、はい、アディジョセフ。ちょっと無理だ。はい、ゼロポイント。もうちょっと大当たり出してホームラン出してくれ。ジョセフって何人言ってんだけど、セリフじゃないの。今だったらモンテンに行きます。え、本当ですか。はい、はっはっはっ、すごい鼻水出ますこれ全部鼻水ゼロポイントああ難しいなこれ。はい、どうぞ。熱っ。そのまま前写真変えまーす次の写真ドン。いやいや俺ばっかやん。いやいや俺ばっかやん。これちょっとこれ西場君がチョイスしてますんで、僕はもう今日、僕も今見た写真ですなんでこの問題なんだろうと。これすいません、いつですか。試合ですか、練習ですか。練習の格好ですかね近藤さんのトークの時じゃないですか。あ、タイトルマッチ前の。あ、もう確かに。はいはいはい、はい、アンディ。あの掃除機の中、掃除機の中こんな感じじゃないですか。どういうこと。なんとなくこの埃が溜まったようなお前先輩の顔見て埃の塊みたいなこと言うな。ゼロポイントもうちょい行きますか。いやだって意外に西場さんの写真のチョイスがこれ難しすぎたんじゃないですか。そうですね、意外に。じゃあもうちょい行きましょうか。だってあのそもそもみんな意見が出ないの答えが。あ、でもなんか一応書いてますよ。今はそれは分かる。はい、はいはい、病院の予約明日だったはい、1ポイント。はい、はい、どこからがヒゲなんだおじきゃくで1ポイントで、はい、写真変えましょう。やりづらいわこれ、はい、せーの、自分もやりづらい、はい、ああ、そういうのこんなはい、お願いします。写真で一言です。おぉこれ大丈夫ですかみんな頭に思い浮かべだけど若干笑ってんのはさ、もうダメなんじゃないのこれはいはい、言えばあれ、鍵閉めたっけ思い出したね、確かに思い出したね。はい、1ポイントだって、なんか考えてるはい、え、言った、言った。はいはい、ガス多分これ怒られますね。あ、そうですか。俺の髪どこ行った。お前それマジなやつゼロポイントゼロポイント。はいはい、決め、はい、お、スーパープライって日本人なんだよなっていうか、ただ普通に言いそうだもんねはい、決め、1ポイントマジか。ちょっとなんか思ってんだよね。なんか思ってる感じもね、目線がね。そうです。何を思ってるのか、思い出してるのかわからないですね。スーパーフライの子なのか、家の鍵なのかちょっとわからないですけどもはい、はい、明日もお弁当出るかよ映画の撮影中だったんですね。そうですね、1ポイント。はいはい、はい、いけばはい、おい、おむつ替えてくれよ怒られてください怒られてください。はい、ガスキ、あ
足4の字どうやんだっけ。はい、怒られてください。バカにしすぎです。足4の字やったっけ。会長だよ、みんな。おむつは本当に怒られてください。何年後かみたいな。どうすんだ。はい、はい、会長って何すんだよ。いや、もう今更、今更大丈夫ですよ。ちょっと何すんだよって言い出すかね、しかし。まあ言ってそうだけど。いいですかね、もんちゃん。変えます、ま、変えますか、まだ言えますか、みんな。いいですよ、変えて。はい、変えましょう。はい、どうも。おかしいな、これ。これ伊藤ですね。伊藤が何やってるの、これ。伊藤は何、はい、はい、はい、アンディ。クロちゃんです。ちょっと似てるな。ハイチポイント。確かにハイチポイント。似てるな。髪の毛生えてクロちゃん。色とか似てる。はい、じゃあ頑張った。ドドスコスコスコドドスコスコスコドドスコスコスコラブチューユー。ハイチポイント。ハイチポイント。もうお前らその勢いでもう1ポイントや。その勢いで言ってくれたらもう1ポイントだよ。クロちゃんしか見えなくなってきちゃう。クロちゃん見えたらこれおしまいじゃないですか。あ、じゃあ行きましょう。大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、物申し訳ない。言いづらい、言いづらい。そしてこれどっちの人が喋ってるのかっていうね。突っ込みづらいな。突っ込みづらい。これ突っ込みづらいです。ネクストいきますか。はい。何本、何本よりも写真があるの、はい、おっ。あ、これはちょっとあのポーズがついてるのでどういじるか。それで写真も持ってますしね。まあただ一応社長ですから皆さん。ちょっとみんな探り合いで。あの視聴者 の視聴者の発言で一言の方がどん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 あの。こっからここまでが。I'm here! 言い方で持ってったけど、じゃあ1ポイントで、はい、林さんに頑張ってね、社長に仕掛けたってことで、1ポイント、はい、山。はい、今日ネイル行きました。はい、はい、行きます。お前ら、この手をよ、横から見てみろよ。シーこれ。なんで近藤さんに見とんの。モノマネでしょ。早速さんじゃなかった。ややこしいことに。ただ、あれでしょ、あのハッスルのモンスターシー。モンスターシー。モンスターシーね。これモンスターシーが分からない人にはもう何のこっちゃ分からない。あのハッスルしてない人にはこれがもうっていう、ね。あのこれみんなね、もう辛くなってるの、西村さん。はい。じゃあ次。はい、まだあんだ。もうたくさん用意してますよ。これはたくさん用意してます。もうこれ使ったらもう次って言ってもらう。これまあふっぺんが進まなければ次に行きます、ね。はい、やりづらいということが進まなければもうすぐ次に行きます。これもねあんまりやるとこれ僕が怒られますからね。会長の顔二つなるで遊んでるんですね。出る出ないやめる。次行きましょうか。次ですか。行って。はい、いいよ。いいですか。はい、どうぞ。びっくりして耳が大きくなっちゃった。一ポイントなんですか。すごい、めっちゃでかくなってる。すごい、両方顔の形が出てくるんですよ。じゃあ次変えるぞ。じゃあはい、もう変えましょう。はい、これしか出なかったですよね。あ、うわうわ見てないけど、うわって言っちゃう。謝ってもらいます。
ます？西島さんにこれ謝っております？これチョイスしたことを謝罪しておりますか？この写真を、はいはい、川崎セントンビオセントンビオが川崎、真面目さが出すぎて、はい、はい、女ってのはさ一番言ってたら後で怒られてください。足立区の女性のことになりますから、怒られますよ。名前書くのはいけない。言っちゃダメだぞ。書いてダメだぞ。タイムシフトがなくなっちゃう。じゃあ変えます。はい。もう最後です。残り2問。2問。はい。はい。これ意外にペンが進んでないです。状況がもう固定されちゃいますから、ね。そうですね。で、あとどこをいじり倒すかだけです。はいはい、はい、アンディ。おい、クロちゃん。さっきの。一発だね、これは。さっきのネタ、引っ張っちゃってるから。もうそれ以上出ないかもしれない。もう。あ、出ます出ます。あ、出ます出ます。おい、耳の掃除したやろか。これ鼻っていう字です。あ、ちょっとかぶち。そうそうそう。鼻って感じが。それ鼻が。鼻が。間違えた。はいはいはい。はい、アンディ。ちげえよ、シロちゃんだよ。はいはいはい。ピアス開けてたっけ？いや、次。はい、ラストです。はい、ラスト。はい。これ西本さんはどっから見つけたんですか、この写真たち。全部かいあのホームページの会見の写真。あ、ホームページの会見の写真から。はい。はい。よし、鍵閉めたな。はい。さっきの続けてね、続けて一ポイントね。はい。安心できます。はい。はい。俺このまんま行くとよ、後頭部が伸びすぎてよ、第二形態に入っちゃうよ。フリーザーになっちゃうよ。はい。あの詰まっちゃったからね。スーッと言えなかったのが伝えて今ね。流れるように言えなかったからね。この指は何指だよ。ポイントだね、これは。だけど怒られるぞ。はいはいはい。なんだ小指か。乗っかったか。はい、すごい。もう書くことがただのモノマネ合戦になってる。みんななりきりモノマネ合戦になってるから、本当にもう。もういいかな、大丈夫かな。結構稼ぎましたね、皆さん。そうですね。じゃあもう OK でー終了。これで問題終わりですか、全部。これが、はい。あ、書き問題は終わりです。はい。はい、さあこれで皆さんの点数が。現得点をちょっと発表しましょう。どうですか、みんな、大変なことになってます？怒られてください。これ30秒1枚はあれですよね。昨日の夜の電話の話ですよね。武藤さん、30秒10万円の話は。もう一人の武藤さんは5秒で、あの5万円って言ってました。5秒で5万円。さあ、何点でしょう。田中岩石13点。曽根さん22点。稲葉19点、アンディ23点、イケメン17点ってことはもうかなり僅差で、いやアンディが23、それが22、いい勝負です。で、稲葉が19、イケメン17、で、川崎13ってことは、最終問題が20点あれば、いや、20点あれば逆転できないね。最後の問題は20点ということで。おっ、よしよし。はい、ってことは42点ってことですね。そうですね。あのよし。はい、すみません。はい、書き問題じゃないですけど、食べる問題です。よ
し。今までのは何だったんですか。出た。食べる問題です。よし。食べる問題です。食べる問題一番苦手。この間ね、ガリガリ君を2人がやられてたんで、もう一回ガリガリ君やらせようかなと思ったんですけど、放送ができないっていう事故が起きる可能性がありますので、それはまずいなと。ディバス？はい。事故が起きかねないので、もうただただ口の中がパッサパサになるクラッカーを。よし。9枚。これもできないんじゃないですか。え？いや、今日はないです。昨日、今日体調いいんで。体調いいんで。え、これをクラッカーを普通に早く食べる。あ、なるほど。私。で、お茶は一人一杯まで。よし。いうことで。怪しい。あ、なるほど。これ振り切る。そういうことですね。そういうことですね。そういうことですか。うわ、これ何茶ですか。これ何茶ですか。やばいやつですね。いや、ウーロン茶ではない。やばいやつですね。え？やばいやつですね。めちゃくちゃです。おやくちゃ。おやくちゃ。まあ、とりあえず開けるとこからで用意スタートで、早く食べきって口の中をあーって開けて空っぽになった人が単純に優勝です。よし、これ普通に飲んじゃった。それは水分の補給のために。あ、これでもいいっていうんであれば。はい。飲まなくても結構です。はい。用意スタート。嘘でしょ。あいつすげえな。ちょっと待って。早い。お前。ダンスなっつうの、お前は。誰が一番早いでしょうか。なくなって、口の中なくなって、あーっと開けて、はいはいはい、じゃあですね、じゃあもう、じゃあそれとガーゼキにしましょうか。これ早かったの、だってちょっとガーゼキちゃんがこぼしすぎたし、ちょっと全部食ってそれの方がきちんと食ってるんですよ。俺はちゃんとこぼさず食べたの。ガーゼキ多分こぼしすぎなんで、1位はそりゃということで、そりゃ20ポイント。で、それには、サウナの入浴券とお食事付き券が3名様ご招待されましたので。3名だから誰か2人連れてってください。それと、アイスのお店のお食事券ももらいましたので、そこも行ってくださいということで、2017年知識王はそや学ぶでした。これ知識関係ないですよね。いや、これどうやって早く食べるかという知識が。ああ、そういうことか。そういうことだってこれ見てこれお宅のパートナーのこれ見て、こっちもそうですよ。あら掃除しとけよお前これ一番綺麗だもんね。ちょっとこぼした。ちょっとこぼした。はい、俺一個もこぼしてない。こぼしてない。あ、こぼしましたじゃあ CM 行きますか。CM 行きましょう。はい、CM 行きましょう。はい、ありがとうございました。お茶苦くなかった？苦かった。これ何茶ですか？あのね、全然飲めてます。あ、そ、普通のウーロン茶になんか始まって月日が短いかもしれませんが、僕たち残ったレストランの人間で、このレストランもっともっと皆さんが楽しく見てくれるようなレストランに変えていきます。今日はご来場本当にありがとうございました。私佐藤佑太は9月2日横浜文化園で
変わらなきゃいけないんですけど、その答えが見つからないっていうか。自分は今できることを全力でやってまず一勝したいです。NWA の出番に挑戦しよう。いろんな形態、いろんな形のプロレスがあって、まあその、まあ、いろんなプロレスというものを、レスラーの中で見せることができたらいいなと思っております。児玉雄介が本気でお前のことを愛してると思ったの？お久しぶりな、プロレスの意味がちょっと大事。必ず防衛してレストランのクルーザーもっと面白くしていきます。クルーザーディビジョンのベルト、そしてアンディ・ウーの首、ただ一つだ。俺はこの1年とちょっとほぼ毎日のように練習して、ほぼ毎日のようにトレーニングして、だけどそれでも色眼鏡に見られて、ふざけんじゃねえぞ。俺らよりな、やってねえやつたくさんいるよ。俺は納得いかねえんだよ。今に見てろ、どんどん実績作ってやっからな。まずこのこと汚いやつ全部全部正義で全部俺が発症してやるから。ああ、やってないよ、お前ら。将来のそして、そういった貿易を持っている理由を通すは、俺らは間違いなくレッスルワンタッチするようだ。なめんじゃねえぞ、この野郎。ニューエラー足のチーム、もう全部かかってこいよ。不満があるやつは全部俺らと取る。2人でニューヨークに勝つ、そして2人で勝つタイトルを取り、2人の246の新しい道というものを見せてやるんです9月2日、プロレスラブ in 横浜全対戦カード。佐藤嗣隆デビュー戦、はじめ VS 佐藤嗣隆、タッグマッチ、トンショジュン、スメラギソーマ VS 三富正幸、大賀健、スペシャルシングルマッチ、稲葉大輝VS 児玉雄介、スペシャル6人タッグマッチ、武藤圭、高木慎吾、グレート武者 VS 藤波辰巳、丸藤直道、桜島直樹、 UWA 世界6人タッグ選手権チャンピオン、小山学、野沢ロンガ、田中岩石 VS チャレンジャー河野正幸、正田、日野裕二、レッスルワンリザルトチャンピオンシップ、チャンピオン立花聖吾 VS チャレンジャー伊藤貴則、レッスルワンクルーザーディビジョンチャンピオンシップ、チャンピオンアンディ・ウー VS チャレンジャー吉岡聖輝、レッスルワンタッグチャンピオンシップ、チャンピオン土井浩二、熊谷バーサス、チャレンジャー数林、近藤修司、レッスルワンチャンピオンシップ、チャンピオン芦野翔太郎バーサス、J
ャレンジャー黒潮イケメンジロプロレスっていうのはお互いの技を見せ合うスポーツエンターテインメントなんだよ。強いレスラーっていうのは相手の技を全身で受け止める、そして耐え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 まくるんだ。バカだな。そして最後はそれを上回る技で勝つ。痛い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 。いやー、江ノ島さんですね。どうぞ。え、君みたいな人待ってたんだよ。こんな熱い手紙もらっちゃったらさ。仕事決まってよかったな。勝手に手紙なんか出して、私めちゃくちゃプロレス好きになってんじゃん。最後の技すごかったですね。私感動しちゃった。当たり前だよ。向こうは人気レスラーだし、強いし、かっこいいし、売れない役者よりいいか。せっこい考えだね、あんたって。夜が待ち、すいません、何やったのよ。いや別に何、あの熱い手紙も彼氏が書いたんだ。すいませんでした。でもある意味熱心な人じゃない。最後ぐらいかっこいいとこ見せてよ。無理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 。今日試合無理です。は？役者なんだから一世一代の芝居見せてよ。それまでの俳優っていうのは人にあらずって書くんだよ。別の人間になりきるのが本当の役者なんだよ。はい、ということでクイズ大会終わって、大変な事件が起きておりますと。タイムシフト、ではクイズ大会が17時までということに、なっておりますが、まさかの30分巻くという、この30分が空いてしまったので、急遽ですけども、まだそこにさっきの5人がいるので、このあと30分間を誰か5人の中で話を聞きたい人など、誰かに何かをやってほしいことがあればいいので、5人にアンケート、5人の名前でアンケートを取って、誰がもう一回ここに出てほしいかを急遽アンケートをやり、緊急企画30分その人にやってもらうということでございます。でまだ帰らず、みんな偉いもんでね、5人とも戻っているのでね、出番待ってるんで、皆さんのやばいですね、イケメン 100% って言ってますね、これ。ああまずいですね、これ。それは怖えな。さあ、そうですね、誰でもいいですよ、この中の5人のうちに誰か、まあ1人なり2人なりね、この後30分、誰が誰かに何かをやってもらいましょう。まあ独演会というか視聴者とのやり取りなのか何かでね、30分つないでもらいたいと思います。ついに全員でもいいんやでって言われて始めてた、西島さんこれ。まあでもお一人、せっかくですので。まあお一人もしくは二人でね。はい。
まあ、でもそうなってくるともう曽谷岩石か稲葉、あ、来た。おお そうですね、ダントツでイケメンですね。じゃあここはイケメンにお任せして、このあと30分17時までお願いしましょうかね。皆さんいいですね。そうしよう。はい、わかりました。というわけでイケメン、はい、あのみんなが見たいって、はい、それか別に仲間連れててもいいけど、岩石も高かった。あ、いいよいいよ。あ、そう、ソヤと岩石も高かった。はい、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、アンディさんが揃えました。まあ、俺を売るな。一面、すごいです。俺そっちがいいな。俺こっちがいいな。よし。やすき。あ、お願いします。よし。さあ、こんにちは。改めまして、黒潮イケメン二郎です。と、プロレスリングエースの田中岩石です。あ、よろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、最終的にあと30分あるんで、そのこのお客さんの視聴者の皆様の意見も聞いて、聞いた上で2人で最終的に漫才を完成させたいと思います。いける？やりましょう。いける？せっかくなんで。どうですか？もしあんまり微妙かなと思ったらテーマ変えるんですけども、さあどうでしょうか。どう？岩石ならできる。岩石ならできる。おお、何を根拠に。そしたら、どっちがボケですかね。どっちがツッコミですかね。そしたら、ツッコミとボケを決めてください。岩石がツッコミボケ、イケメンツッコミボケ、どっちか決めてください。アンケート取ります？アンケートいいですか？アンケートお願いします。いいですか？ボケとツッコミ。はい。イケメンボケバージョン。行けます？行きましょう。もう雑魚高いな。え、ほらこれがあるから見てみ。これクッションがあるからじゃないですか。え、クッション俺も敷いてるよ。頭が大きいな。ほら見てみ。もう雑魚高いな。そうほら、もう足めちゃくちゃ短いな。そういうことです。そういうことだ。そういうことです。え、これゲーセンは行っていいの？いや、ダメです。ゲーセンなの？じゃあどこのって言わないから。ゲーセン。それもダメです。それもダメ。なんでなんでなんで。他のことに言ってる。それ以外ダブルでボケ、ダブルボケ、ダブルボケ。ツッコミとボケどっちを押せばいいんだろうって。じゃあツッコミ、ツッコミはどっちでしょうか。今どちらがボケがいいですか、ね、あ、どちらがボケがいいですか。すみません。岩石ボケです。岩石ボケがいいよね。ボケですね。おあ、岩石ボケ、あ、俺ツッコミ、俺ツッコミ、ボケ。はい、じゃあボケとツッコミで、はい、じゃあ今から桃太郎の話をバカみたいにボケて、はい、そしたら俺がどんどん突っ込んでいくから。怖い。さあ俺がすげえ突っ込むから。じゃあいきます。じゃあ芸名どうする？コンビ名。イケメンと岩石で。イケメンと岩石でイケてる。いけてる。いけてる。砂利道。それで、まあ、行きましょう。いけてる砂利道。いい。いいですよ、僕は。ちゃんと思うでいいか。よし。じゃ、それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。どうもイケメンです。岩石です。二人合わせて、いけてる砂利道です。さあ、というわけで。お前、桃太郎って知ってる？ああ、知ってます、知ってます、知ってます。桃太郎って知る、はい、俺あんま知らないんだけどさ。本当ですか？今、うん、携帯の CM とかでやってる？やってますよ、はい。何それ？どんな話？あ、それ浦島太郎です。英雄のやつね、それ。それ浦島太郎だから。それお前違うって。桃太郎、桃太郎だよ。桃太郎の話、はい、ちょっとお前ちょっと話してくれよ。昔々あるところに
おじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんとおばあさんが住んでたんだ。はい。どこに住んでたんだ。埼玉県に住んでました。埼玉住んだんだ。あの話、埼玉の話だ。ああ、それで。で、おばあさんが山に芝刈りに行って。うん、山に芝刈りに行って、はい、で、おじいさんが川に洗濯しに行きます。おじいさんが川に洗濯しに行ったんだ。はい。あ、じゃあ、え、おばあさん、じゃあパワー系なんだね。そのおばあさん結構、うん、どちらかというと。おばあさんパワー系なんだ。で、おじいさんが洗濯。あ、そうなんだ。じゃあ手芸とか得意なんだ。結構得意そう。逆それ逆だからというわけですね。その後どうしたの。それでですね、このまま続けていいですか。いいよ。おじいさんは、あ、おじいさんが川で洗濯してると、埼玉で、はい、埼玉の川で、うんうん、どこの川かな。どこの川、まあ、川越の、川越の方に川があるんだ。近くの川にあって、はい、スメラギンチの方だね。あ、そうですね、スメラギンチの方ですね。で、洗濯して、洗濯してると、うん、どんぶらこどんぶらこと、うん、でっかい船盛りが流れてきた。船盛りが流れてきたんだ。それを船盛りが流れてきました。うん、でおばあさんが洗濯しててびっくりして、うん、その船盛りを、うん、取りました。うん、取ったんだ。うん、あまりにも新鮮すぎて、うん、びっくりしたおばあさん、うん、おじいさんは、うん、それを家に持って帰りました。持って帰ったんだ。はい、で二人でビールで乾杯したんだ。いい話だ。というわけで終わろっか。続ける？続けます。なんかちょっと変えましょう。なんか話題というか。変えようか。よし、 M1 予選いこう。よし、じゃあしっかり決めよう。はい。思ったより漫才難しいですね。難しいですね。そしたら次これツッコミとか難しいよ。絶対ボケより。いや、ボケも難しいですよ。じゃあお前次ツッコんでみろ。あ、じゃあ俺、じゃあなんか違う話。イケメンさんボケていただいて、はい、違う話でいく。はい、何でいく。何の話でいく。うん、何でもいいですよ。そしたらじゃあ何の話？なんか昔話で行こうよ。また昔話。すいません、はい。すいません、気を取り直して行かせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお前さっきみたいになんか昔話振って。そういえばイケメンさん、はい、今 AU の CM で、はい、昔話をテーマにした、はいはい、まあ、物語流行ってますけど、あ、何か知ってます？あれでしょ？その他にも昔話。あれでしょ？うん、最終的にアンパンチでぶっ飛ばすやつでしょ？それアンパンマンやないかい。アンパンマンじゃ。え、で、他になんかない、うん、知ってます？アンパンマン以外。アンパンマン以外。アンパンマン以外で。アンパンマン以外でいっぱいしてるよ。アンパンマン何があります？え、さ、銀タコをテーマにしたさ、たこ焼きマントマン。たこ焼きマントマン言っちゃいましたよ。昔話じゃないですか。その他にも何かありますよ。なんかありますよね。はい、あ、一寸帽子。一寸帽子、はい、うん。真面目に言いましたね。うん、一寸帽子か。一寸帽子、どんな物語でしたっけ、一寸帽子って。あれでしょ、大きい人がもっと大きくなって、はい、最終的に、はい、もっと大きくなっちゃうっていうさ。はい。だから、大きい人が大きくなって、なっちゃって、もうちょっと大きくなる話でしょ。何の話ですか、それ。大きくなる話じゃん。成長の話。そんな話でしたっけ、一寸帽子って、うんうん、大まかにその一寸帽子の話を簡単にいいので、うん、お話ししてもらってもいいですか。あ、いよいよ。大きい人の話。はい。昔々、はい、あるところに、はい、大きい人がいました。はい。その大きい人は、はい、もっと大きくなりたい、はい、という夢を叶えるべくある豆を探しました。はい。その豆はカリン島というところにあり、はいはい、その豆を食べると大きくなる。はい。ただその人大きいからカリンと高いんだけど、登んなくても取れちゃうんだよね、その豆。なるほど、はい。で、取って食べたら、もっと大きくなっちゃった。はい。で、あれと思って、もっと大きくなりたい。で、最終的にもう、スッとこうやって、もう一個食った。じゃあ、もうちょっと大きくなった。そしたら、最終的に取れなくなっちゃった。大きくなりすぎて。っていう話。突っ込めないです。突っ込めないですよね。突っ込めないですね。はい、もうちょっとボケていただきたいと。はい。じゃあ質問コーナーやろうか。どうか質問コーナーですね。すいません。次、来年は2人で漫才を完成させたいと思っておりますんで、はい、頑張ります。それでは聞きたいことを、イケメン岩石に聞きたいこと、何でもあれば。何でもいいです。はい。本当、レスランのことじゃなくてもいいです。
はい、はい、何でも答えます、セキララに、はい、よろしくお願いします。はい、さあどうぞ。ゲーセンって書いてあるよ。タック組ゲーセン。二人普段何してますか。二人は普段は何しますか。バーモンハウスに反応気にしすぎ。パソコン反応気にしすぎ。パソコンもかな。じゃあどれからいく。ちょっと今変わったんで。ゲーセンから行こうか。そうですね。以前バイトしてましたゲーセンで。田中岩石はこう見えてゲームセンターでアルバイト現在進行形。格上にしときましょう。今岩石は普段は昼はね、昼はエースの練習、そしてまあ試合ある時は試合、それ以外は基本的には埼玉のどこかにあるゲームセンターでアルバイトをしています。過去形で。それとね、だから岩石が優しいんで UFO キャッチャー取りやすくしてあげちゃうんだよね。ちょっとお店的に大丈夫かなと思大丈夫かね、うん、彼女作ろうとしてるでしょ UFO キャッチャーで。それはないです。んそれはないです。それはない。それはないです。それはない。ないです。それはないよね。別に UFO キャッチャーできたからといって、はい、彼女作れるかって言ったら違うと思うんですよね僕は。まあね、でも田中さんって呼ばれてるんでしょ。まあまあまあね、ましたね。はい、ゲームセンターでアルバイトをしております。さあ続いての質問はどれに行こう。結構やっぱねプロレスのことはやっぱ多いんだね。ああそうっすね、プロレスは多い。これってどうやっていじるんだ。あのコメント見に行っちゃっていいんですか。わかんない、見れない。いいか。足立区の女熊五郎のですか。美人っていうかあれですね、子持ちの。それ言っちゃっていいですか。子持ちな感じですね。わかんないですけど、君は彼女いますか。熊五郎の足立区の女は子持ちです。あっちゃん DDT で試合した時の感想は。 お前見た DDT。 いや見てないんですよまだ。見てないか、はい、ただイケメンさんが出てきたことですごい盛り上がったっていう。盛り上がったね、はい、聞きましたね。よかったよ、あれよかったよかったよかったんです。あとは鳩吉とは再会しましたか。結構昔から 見られてる方多いんですね。まあもうみんな無視なんかムードですけれども、鳩吉には会ってないですね。じゃあバラモン兄弟の鳩の捕まえ方の話する。怒られねえかな、これを微妙かな。あんま言わない方がいい気がする。まあ、ポテチで誘うっていうね。ポテチで鳩を誘う、うん。あ、黒潮に来たら僕しょっちゅういるんで、ぜひぜひ。岩石は川に100円玉何枚入る。ちょっとやってみようよ今。え、ちょっとやってみようよ。いや無理ですよ、100円玉。鼻ですか。鼻じゃない、チンコの皮。それちょっと細的にアウト。アウトです。それは俺は13枚で今のところレッスルワンの最高記録を保持しております。別に塗り替えたいと思わないですよ。超える。いや無理です、無理です。超えれんのか。超えれません。うん、超えれない。もう一回漫才やっとく。他なんかいい質問ないですか。ちゃんと答えようか。ミスターロバートは元気ですか。近藤さんですか。近藤さんは元気ですよ。なんかあの分隊を迎えるにつれてどんどん黒くなっていくな。ああ、そうですね、うん、結構焼いてますもんね。武藤さんもどんどん黒くなって、黒くなってますね、うん、熊の女の名前はって書いてある。熊五郎の女は結構気になってんね、みんな。結構熊さん、うん、それから熊五郎すごい好きな女性かもしれないよ。あ、何回したことある。一日でですか。一日で。一日だと何回ある。何をですか。うん、何回出したことある。トイレの話ですか。トイレだったら一番本当すごかったのは本当、ショーの方、10回以上あります。10回？はい。10回？お前、テクノブレイクするよ。ん？ちなみにイケメンさんは？俺？いや、覚えてないけどね。10回はやったことない。あー。7回ですね。
7階、7、8階です。まあ、中学生の時の話じゃ。元気っすね。まあ、というわけで、なんで俺たち2人になったんだろうね。もともと。そもそもあんま仲良くないんですよ、我々。だから、お前が質問してこいよ、俺に。俺も質問するから。あ、わかりました。うん、イケメンさん、どうですか最近調子。調子調子はいいよ。調子すごいよ。膝痛いけどね、たまに。お前膝、なんかやってたじゃん。で、今大丈夫ですね。あ、大丈夫だ、もう、はい。あ、そう。何、最近。いつ髪切った？どこで髪切ってんの？アゲオのカット屋さんですね。まあ、僕はチェリーボムですけど。いや、岩石と話しねえな。いや、めったにしないですね。ほんとこういう機会がないと。岩石23歳でしょ。23歳、今年24ですね。すごいね、どう考えても年上に見えるもんね。1個違いなんですよね、イケメンさんと僕。1個違いなんだ。イケメンさんが1個、俺が1個上。そうなんですよ、うん、上がってみたい他団体ある？上がってみたい他団体、いや、他団体というか、海外で。海外来たの？お前試合してみたいですね。全く想像できなかった。お前海外好きなの？ WWE とか好きなの？ WWE 好きですね。お、好きなんだ、はい。WWE 上がったらお前どうすんの？ WWE 上がったらそんなハードルの高い話。上がったらどうすんの？どうする、うん、どんなキャラで行くの？アメリカでは。どんなキャラがいいんですかね。いや、なんか、おたっちゃうとかさ、すぐ立っちゃう日本人とかさ、アメリカだと受けそうじゃない？それ危なくない？おーみたいな。なんかシンプルでいいじゃん。そっち系のキャラですか、うん、アウトですね。日本人のイメージ崩れますよ。せっかく今日本の方々がロック様になれるよ。だって岩石、いやいやいや、全然ザ・ロックでいいじゃん。ロック様いますからね、実際ね。大成功した方が。いや、これ皆さんちゃんと見てますか。これね、俺たちね、まあまあ淡々と喋ってる。あと15分もあるんだよね。めっちゃありますね。漫才完成させる？やめましょう。え、いや、漫才ダメです。さっきの昔ジャパニーズロック、T ロック、桃太郎だったら簡単そうじゃない？さっき失敗しましたから。そうじゃない？またやります。そしたらだから俺がちゃんと話すから、それ突っ込んでよ。しっかり突っ込んでよ。最初からやる。 あのままで、僕がボケのままでってことですね、うん。じゃあすいません、これ最後まで完走するんで、漫才フリー漫才で完走するので、これもし受けても受けなくても、もう5時に行かなくても僕らフェードアウトします。これ漫才終わってアンケート取るじゃん。そうですね、まだいていいか、帰れか、帰れかいてくださいでアンケート取りますので、まず漫才を成功させます。よし、やってやろうぜ。よいしょ。よし、どうもイケメンです。岩石です。二人合わせてイケてる岩石です。砂利道じゃなかった。あ、イケてる砂利道だった。突っ込んでよ。続きましょう。いやいや、もう突っ込み強くてもいいから。いや、俺ね、すごいね、すごい昔話聞いちゃったんだよ。はい、どんな昔話よ。もう桃太郎って知ってる？知ってますよ、桃太郎ぐらい。知ってんの？知ってますよ。今 AU の CM でやってるじゃないですか、桃太郎。 AU の CM で桃太郎やってんの？やってますよ。あ、あれか、そばにいたいよか。ああ、それドラえもんやないかい。ああ、ドラえもんじゃ、それ。それドラえもんじゃ。ドラえもんですよ、ドラえもん。ドラえもんの映画ですよ。じゃあ桃太郎、俺ちょっと話いい？桃太郎、どうぞ。話してください。どんな物語でしたっけ？すごいゾッとするよ。え、そんな物語でしたっけ？怖い物語。最終的に怖い。奥が深かった。え、本当ですか？じゃあ話します。はい、お願いします。昔々、はい、あるところに、はい、おじいちゃんと、はい、おばあちゃんと、はい、小ばあちゃんがいました。二人ぼっちり。おじいちゃんとおばあちゃん、二人だった。おじいちゃんとおばあちゃんがいました。はい、いました。おじいちゃんは山へ角刈りに行きました。しばかりやないか。おばあちゃんは山へ線釣りに行きました。完成だけだ。そして川で洗濯をしていると、奥の方からわっしょいわっしょいわっしょい、いや、みこしやないか。どんぶらこうどんぶらこうと桃が流れてきました。それをおばあちゃんは
SK しました。それをおばあちゃんは拾うと、拾って食べようと桃を家まで持って帰りました。するとおじいちゃんはこう言いました。カノオ姉妹のお尻みたいだね。でかすぎるやん。よし、じゃあ早速食べようと、おばあちゃんとおじいちゃんで桃を割ったんだよ。するともう一個桃が出てきたんだよ。その桃を割ったら、はい、もう一個桃が出てきた、はい、なんだこれと、バーンって割ったらリンゴが出てきたんだよ。桃やないのかい。するとそのリンゴを剥いていたら、ある子供が生まれてきたんだよ、はい、知ってるそれ。え、子供が生まれてきたんだよ。リンゴからですか、桃じゃなくて。リンゴの中から子供ができたんだよ。リンゴの中、はい、それを二人は今まで子宝にね恵まれなかったから、はい、二人で育てようと、はい、これはもう可愛いなと名前を付けました。たかしって。リンゴやなかたかしだった。たかしと名付けました。するとね、たかしはねどんどんねすくすく育ってってね、正義感の強い子供になったんだよね。ああ、真面目に。するとね、山の奥の方でね、はい、奥の方の島で、はい、鬼が暴れてると。山の奥の方の島、奥の方の島で住んでる。山の奥の方に住んでる。そう、島で鬼が島に行くのではなく、そう、鬼が暴れてるって。暴れてると。で、俺はね、桃太郎って言っちゃったよ。言うんかい。ありがとうございます。桃太郎は鬼を退治にしようと、うん、鬼を退治しに行こうとそのね島に向かうわけだよ。え、山じゃないですか。ん、山じゃないですか。そう、島、はい、島に向かうわけだよ。こっから桃太郎のストーリーが始まるんだけどね。はい、こっからかい。で、それでな、桃太郎がどんどんね鬼の島に近づくにつれて、一人じゃ怖くなっちゃったの。はい、あれこれ俺一人で大丈夫かなって。いけるか。鬼って言うけど、鬼たちだったらどうしようと。桃太郎怯えて一回帰ってきたんだよ。はい、おじいちゃんとおばあちゃんに一緒に倒しに行かない、はい、誘ったんだけど、いや私、我々はちょっと、まあまあ、そもそもそんなつもりでお前を育ててないと。うん、桃太郎はこう言ったよ。ファックって。そこ英語かい。で、そんで行ったら、まあ最終的に鬼を倒しました。はい、一人で、一人で倒した。結局一人で、うん、よかったね。もう倒して苦しいです。そろそろ、はい、お後がねよろしいようで、どうもありがとうございました。苦しい、苦しいですね。これはちょっと苦しい。苦しい。もう、はい、よろしくお願いします。即興ですごいって言ってくれてる方もいますよ。おっ、おお、よかったね。よかったね。いや、いてください 70%。 ありがとうございます。じゃあ、あと9分間だね。9分間頑張ろうか。はい、何あります。いや、ありがとうございます。漫才どうでしたかね。これね、ちょっとねふざけてるから観覧少ないんで怒られちゃったね。これはね、まあ寒いって、いや申し訳ございません。拷問タイムだよね、こんなんね。そうですね、うん、まあ真面目に質疑応答しよっか。そうしましょう。うん、真面目に。よし、それでは聞きたいことどしどし応募しております。はい、もう現在進行形、昔のことでも、ね、そうですね、はい、田中に出た時のこととかもう何でもいいです。普段は何してんのとか、どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。腕相撲やろうだって。腕相撲やるか。僕腕相撲強くないですよ。いや、俺も強くないよ。これやったら危なくないですか。やるか、勝負するか。立花のキャラどう。まあいいとは思いますけどね。ただあいつあのまま行ったら小指詰めるよな。ああ、もうそっちの世界、このまま突き進んだらな。龍が如く理想ですもんね。うん、指詰めるよね。まあそれは言われて嬉しい言葉。言われて嬉しい言葉って何あります。言われて嬉しい言葉。イケメンの試合にはハズレがないねとかね。真面目な話だとね。あ、なるほど、うん、そうですね。大体プロレスのことでファンの人から言われると嬉しいですよね。嬉しいよな。まあね、
ハート強いな、だって強くないです。お前何型？僕 AB 型です。 AB 型？そうです。意外だね。よく言われます。じゃあ天才じゃん。全然天才じゃん。全然です。 AB 型で、さっきのクイズで分かりましたでしょ。糸編の漢字を書けって言われたのに僕人名の漢字書いたんですよ。天才じゃん。いやいやいや、どこがですか。いや天才だよ。お前だってレイタンと一緒ですよ。したらいやいや、佐伯さんはお前レイタンと、レイタンも AB 型だよ。お前とレイタンと同じ血液型。一緒にしちゃダメですよ、佐伯さん。まあダメだな。まあダメだよ。岩石の試合も外れないよ。だってありがとうございます。いや岩石ね、いいんだよ。すっげえ面白いんだよね。あのリングサイドで見てたさ、あの、はい、年配の方がさ、はい、最初さ岩石のことこうやって見てたのに試合終わる頃に泣いてたんだよ。あ、それ見てさ、おお、すごいって思っちゃった。それはですか、相手、それ僕が負けた試合ですか、勝った試合ですか。岩石が負けて、最後もうすごい悔しそうにお辞儀して帰ってたんで、岩石が。はい、したらもうそれ見てもおばさんがもうすごい泣いてたんだよ。もうそれ見て俺ね、あ、この人ってなっちゃったね、岩石。そっから俺岩石にちょっとハマってるね。ありがとうございます。うん。締め落とせ岩石だって。やってみる？いや、そんなことできないです。そんな危ないこと。そいつ殴っていいぞ、岩石。あ、なんでね。マジですか、佐々木さん。すごい、レイタンチャンピオンになったんだ。ありましたね。おめでとう。ありがとうございます。東京女子今日タイトルマッチだったもんね。そうですね。お、すごいね。すごいですね。だ、AB 型すげえんだよ。ええー。絶対に。何を根拠に。それってどうなんですか。武藤さんは B 型かな。AB じゃないです、ね。B 型だよね、確か。イケメンの尊敬してるところ、お前が俺のこと尊敬してる。何何。いやもうファンの頃から見てたんですけど、井上さんのことは本当に。誰ファン？お前イケメンファン、イケメンコールしてた。あのスマッシュとか WNC。え、マジで？見てたんで僕。はい。あ、そうなの？はい。え、あの笛吹いてた時見てたの？チーム東京、あ、なんか株式会社の時。株式会社の時。お前よくしてんな。そうそうそう。かっこ悪い、いいとか言ってましたもんね。お、よくしてんね。よくしてんな。岩石知ってるとちょっとテンション上がるね。うん。パンフレットなんかこう見たときに、うん、生年月日書いてあって、うん、僕の1個目なんだと思ってすげえなと思ってますよ。本当にすげえなと思ってた。でまさか、うん、ね、実際、まあ、学院でも池間さんちょっとだけお世話になったことがあって、 あったっけ、はい、練習1回見てもらったことがあります。あ、そう。でちょっと感動しましたね。あ、そう、はい、なんか教え方がすごかったでもありますし、今もプロレス見てて、うん、あ、やっぱすごいなっていう。マジか。はい、ありがとう。ありがとうな。あ、いえいえ。見てる方も苦しいです。はい、すいません。ちょっと真面目な話してたんですけどね。ね。岩石プロレス好きだな。でもスマッシュ見てると思わなかったな。ダブルシャも見てたんだ。あとどこ見てるの？いや、もう当時、いろんなところも女子プロレスとか、WWE も見てましたし。あ、そっか、お前女子プロ好きなんだよな。あの TNA が見たくて、うん、サムライ TV に加入したくて仕方なかったんですよ。あ、したくて仕方なかったの。してはないんだ。そのパンクブーブーみたいな感じなんだ。そうですね。しようとは思ったんだよみたいな。そうですね。へえ、結構見てましたね。だってこの間練習終わったと、お疲れしたっつってパイレーツって北条帰り T シャツ着て帰ったもん。ちょっとですか。ああ、はいはいはい、ありましたね。これね、どんどん好感度上がってると思うよ。ゲーセンで働いてて女子プロオタってさ、それが田中寛樹。女子プロオタではない。その好きなまた強がってるぞ。じゃあお前ちょっと、ま、もう一回漫才やってさ、次さ女子プロについて熱く語ってしたら俺突っ込んでから。ないですよ。ちょっとやってみる。やましょう、漫才やめましょう。漫才やめようか。また拷問の時間が続きますよ。好きな女子団体は？女子団体スターダムだ。いや、スターダムは畑当初から見てましたけど。どこ？ LP、JPW、 JWP、 JWP か、 LPW とかケーブルテレビとかで見てましたね。あ、そう、はい、どこが一番面白い？どこも面白かったですよね。もうもうあのプロレス自体は面白いなと思って僕見てたんで、うん、どこの団体が一番とかそういう風には見てなかったです。岩石好感度アップだって。いやいやいや、そんな。河野さんのどこが好きですか？河野さんのですよね。あ、河野正幸さん、うん、河野さん、総合格闘技やられてたじゃないですか、うん、僕それもう見てたんですよ。僕もなんで俺見てたんですけど、格闘技も見てたんで、うん、同時になんでも見てんだ。すごいなと思ってましたね。尊敬してます、本当に。何でも見てんだね。結構。え、じゃあ見てない、知らないことないっしょ。いや、そりゃないですよ。知らないこともありますよ。
もうザク公演してる。あの片足を。ああ、そうそうそう。はいはいはい、何でもしてんなお前。いやいやいや、そんなことないです。すげえって。岩石さんは論言しないの？いや、しないです。なんで？めんどくさいじゃないですか。ああ、なるほどね。あ、だからイケメンさんとかかっこいいですけど、論言で。僕、論言って変ですよね。論言ってかっこいいか。ありがとうな。まあ、イケメンさん、前日はまた出ないんですか？機会があれば出たいです。すごく。すごい出たいです。試合したい相手は？試合したい相手ですか？イケメン A 型です。スキンケアしてないです。試合したい相手は？いやー、試合したい相手。ほら、あと1分半だぞ。え？僕、もう一回バラモンさんとやりたいですね。バラモンさんとやりたい？一回、グレンタイ工業出させていただいて、うん、6人タッグでやったんだ。対戦したんですよ。面白かった。もう一回試合したいです。おお、すごいね。もう一回試合したいんだ。勝ちたいんだ。勝ちたい。もう一回バラモンさんの世界に入っていって、うん、いいね。もう一回、そうですね。田中バラモンってやったらいいじゃん。そしたら多分怒ってくるよ。うん、やってみ、ね、今いや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 、田中バラモンでお別れしましょう。じゃあ、じゃあ皆さん、お時間が来たので、即興でしたが30分間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。最後は田中バラモンでお別れしたいと思います、うん、どうぞ。はい、30分という短い間だったんですけども、ご視聴いただき誠にありがとうございました。またね、いつかバラモンさんとやれるように、これからも精進してまいりますので、皆さん、田中岩石応援よろしくお願いいたします。お前ら、バラモン田中でした。ありがとうございました。